どうも皆さんこんばんは。時間になりましたので、始めていきたいと思います。今日もですね、大変厳しい暑さが続きましたけども、本日はお忙しい中、またお疲れのところご参加いただきましてありがとうございます。私はですね、この集会の実行委員で、綾瀬の司会議員をしております越川義明と申します。本日の司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日の本日の集会ですけども、6月にですね、色崎沖で米軍横須賀基地配備のイージス艦が貨物船と衝突事故を起こしたんですね。それを契機にですね、この事故に抗議をし、日本側が米軍を捜査する上で障害になっている日米地位協定を抜本改定を黒岩知事に求めようということで、10団体が共同で6月23日県に要請に行ったことから始まりました。で、実行委員会を作ってね、県民の各界の方々に呼びかけになっていただいて、県民の皆さんに呼びかけようということで、始まったところでございます。呼びかけ人の方々はですね、今日のプログラムの表紙にありますように、中野真弁護士、露木純一改正前改正町長、山本康夫横浜国大教授、本山仁志郎元シールズ琉球の方、また沢光代元逗子市長、内藤克次、相模原市大野中地区商店連合会代表、斉藤剛元衆議院議員の7人でございますが、各界の、ね、方々、また県内各地域の皆さんにですね、呼びかけになっていただいて、本当にですね、県民各層の皆さんの声を上げようということで、呼びかけになっていただいたところでございます。先ほどですね、ビデオでご覧いただきましたように、日米地位協定は在日米軍にですね、占領軍当時と同じような特権を与えているというものでございます。それが日米合同委員会という密室でですね、行われていることがよくお分かりになったかなと思います。この日米地位協定をですね、抜本的に変えて、在日米軍、そしてまた米兵に対して日本の法令を適用できるようにしなければ、私たちの県民国民の命と暮らしを守ることができないだろうと私たちは思うところでございます。今日の集会ですね、あえて県民集会ということで名乗らせていただきました。それは地位協定の抜本改定はですね、県民多数の願いであり、また県民各層各地域の声を結集することができれば、県民運動のうねりを大きく実現できると信じているところからでございます。今回はそこに向けての第一歩となることと思います。今日の集会をですね、成功させまして、次に大きく広げていきたいと思っておりますので、参加された皆様のご協力をお願いしたいというふうに思います。そこで議事に入る前にですね、本日のプログラムとですね、資料の確認をさせていただきたいと思います。本日のプログラムですね、この緑色の、プログラムが皆さんお手元に、あることかと思います。本日の集会ですね、だいたい2時間程度、9時までには終わる予定をしております。資料がですね、たくさんありますけども、報告ごとにですね、使用するページを紹介してまいりますので、ご覧いただきたいと思います。また厚木基地からの報告ではですね、資料に挟んであります、厚木基地爆音防止規制同盟と厚木基地爆音第5次の厚木基地爆音訴訟のパンフレットを使用しますので、そちらをご覧いただきたいと思います。また資料の15ページにはですね、東京沖縄県人会の名誉顧問の
カビラ長生さんから熱い応援メッセージが寄せられております。読み上げてのご紹介はいたしませんので、ご覧いただきたいというふうに思います。また別の資料としましてですね、6次案に盛り込むべき改定案についてというものがあろうかと思います。これはですね、私たちの改定案についてということで、後ほど中野弁護士から、お話がありますけれども、その具体的な内容について6項目求めております。またその後ろにはですね、今年2月県議会での黒岩知事の答弁をですね、県議会議事録から転載したものがございます。ご確認をいただきたいと思います。それに加えましてですね、集会決議案と県民へのアピール案が裏表の A4 の紙になっているかと思います。最後にですね、クリーム色の紙でですね、集会アンケートが入っております。皆さんのご意見とかですね、ご要望など、このアンケートを書いていただければ、また今後の参考にしていたださせていただきたいと思います。これらの資料をですね、欠けている方がいらっしゃいましたら、受付まで申し付けて、いただくようにお願いいたします。受付の方でですね、資料をお渡しいたしますので、よろしくお願いいたします。これからですね、具体的に地位協定の問題点を一つ一つ明らかにしていきたいと思います。まずは特別報告といたしまして、イージス艦衝突事故と地位協定につきまして、横須賀の後藤弁護士にお話をお願いいたします。資料は3ページをご参照ください。それでは後藤弁護士、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。横須賀から参りました弁護士の後藤正彦と申します。さて、この資料の中 の、 レジュメも見ながら聞いていただければと思うんですが、先月の17日にこの大変痛ましいこのイージス艦とそれから、フィリピンのコンテナ船の衝突事故が起こりました。で、アメリカ海軍自体が7名の方が亡くなっていると、そういう大変な被害を出しているわけなんですが、この件その後にじゃあどれだけその捜査が進んだのかというところがですね、私たちにも全然見えてこないところであります。で、実はこの件については結局捜査権が、バラバラになってしまっている状況にある。つまり、実際にこのフィリピン船の方については当然日本の領海ですから、海上保安庁の捜査権が及ぶし、現実にこのフィリピン船そのものの捜査も、それから関係者の捜査も海上保安庁によって行われてきました。ところがこのアメリカ海軍に対する捜査権というものが非常に不十分な形になっている。これは実際にはですね、日本の領海の中で起こってますから、当然にその日本の裁判権とか捜査権も及ぶはずなんですが、しかしここにその日米地位協定があって、しかもこの場合にはですね、言ってみれば軍艦がもう本当に公務で動いているわけですから、この公務上のこの災害についての裁判権は一次裁判権が米側が持つということになっていますので、裁判権が競合しているんだけど、結局はその米軍の方に優先権がある。したがってその海上保安庁の方が来てくれと言っても米軍が嫌だと言えば全くの強制権限はないという中で、残念ながらですね、米軍は協力すると言ってるけれど事実上ほとんど協力をしていない。今日に至るまで1ヶ月近くが経ってしまっているということだと思うんですね。しかもこの今この船自体は横須賀の基地の中で5号ドックというドックに入って修理中なんです。だからその実際には物そのものもあるしね、それから人間自体も横須賀にみんないるわけだけれど、実際にはそれらに対する調査というものが全く進んでいないということになっているわけですね。でここでやはり心配な点というのは、まずやはりそのイージス艦というものが軍事機密の塊である。だからその物をその操作すると軍事機密がどんどん出ていってしまうと。
ということの名のもとに、実際にその日本側に重要な情報が提供はされない、そのことによって真相が明らかにならない恐れっていうのがあります。そうすると今要するに日本側はフィリピン船の関係者から事情を聞いている、そしてアメリカ側はアメリカ側で、まあ、一応自分たちの捜査が進んでいるわけなんだけれど、結局その突き合わせが行われなかったらどっちが悪いかというのも客観的に明らかにならないではありませんか。まあ、皆さん交通事故に遭われたときにその双方の当事者を警察が調べて、あるいはその、検察庁が調べて、あるいは裁判所が調べて初めてその過失の度合いというのは明らかになるわけですね。しかしそういうことが明らかになってこない、でその結果として、まあ、原因とかあるいは過失割合、あるいは整合性のある捜査とか判断が明らかにならない、こちらはこちらで調べているけれどこちらはこちらで調べている、その付き合わせが行われないという恐れがあるわけです。でそうするとそのことによって責任の割合も明らかになりません。実は日本 その法制度の中では海難審判というのがありまして、両方 の船 の当事者が要するにそれぞれの言い分を述べて、そのことによって海難審判長はですね、その過失はどのぐらいである、それからそれに応じてその、この船舶の免許に対してどういう行政処分をするっていう、そういう手続きが行われるわけですね。これ実際に日本の自衛隊の名田潮っていう船が、例えばこれが釣り船と衝突したとき、あるいは最近の自衛隊のいろんな民間船舶についても、全部これは軍隊であろうとも行われています。そういう手続きが結局行われないということになってしまう。そうすると結局責任の所在も明らかにならない、だから損害賠償の話が進まないっていう問題もありますし、やはりどうやってこれを再発防止体制を取るのということについての責任を持ったそういう体制も取られない、だからまた事故が繰り返されると、そういうことになってくる危険性っていうのがあるわけです。でこの問題についてどうあるべきかというのは、やはり私は根本的にはその地位協定の改定によって日本の領海である限り同じようにその海上保安庁の捜査というものが米軍に対しても及ぶというふうにされなくてはいけないと思います。例えばだからこれはですね、イタリアの地位協定などでは確かそのイタリアでその米軍機が事故を起こしたときにその米軍に対する裁判というのがね、イタリアの裁判所で行われたというのがあったように、そういう考え方を取ればそれは十分に可能なはずなのに、それが行われていないっていう問題だと思うんですね。でもとにかく それが根本的なんですけど、少なくとも私はその改定する前でもできることはある。それは一つはその海上保安庁の調査に対して米軍がきちんと任意でも応ずることである。例えば物の検証をさせる、あるいはその、少なくともそのイージス艦がどういう功績を取っていたのか、こういうそのコンピューターのデータを提供させる、あるいはその、関係者 の聴取に任意に応じさせるということは決して不可能なことではない。しかしそれもやろうとしないという問題があります。それで最後に、まあ、触れますが、米軍自体も実は調査をやってるんですね。でその調査の一端が先日、まあ、発表されているんですけれど、それも提供されていない、それを提供するべきであるということがやはり今回は重要なポイントだろうと思われます。でそこで、まあ、今明らかになっていることから推測していきますと、まずですね、日本側のこのフィリピンのコンテナ船に対する捜査で、フィリピンの船長は、これはイージス艦を発見している、イージス艦が接近するのを発見していて、ライトで警告をしたところ、急にそれがその動き出したと、そこでその右側に回避行動を取ったんだけれど衝突してしまったというふうに言ってます。だからフィリピン船は米軍のイージス艦の存在に気がついて警告をしているんだけど、それに気がつかなかったということになると思うんですね。でその次にその米軍 その調査の報告書の中から出て、今のところ明らかになっていることは、見張りがきちんとこのコンテナ船の接近を認識していなかった、でまたそれが艦長にも伝わっていなかった、そして通常よりもその目的地に早く着くために高速を出していたということが分かってきています。つまり軍艦であって、そしてそのレーダーも積んでいて、船舶用のレーダーも積んでいて、しかも普通 の人員よりは見張りも多いはずなんですね。
そういうにもかかわらず全然これを相手方の船を見落としていたと、という、まあ、信じられない初歩的な過失が本件の原因になっている可能性というのが出てきています。まあ、これはさらに米軍の調査によって明らかになってくると思いますが、しかしこれに対する日本側の調査はその米側からの情報提供を待つということで、まあ、今のところ積極的にどうも動いているような感じもない、外交的にじゃあ何をしているんだというところも見えてこないという問題があるかと思うんですね。で、私なりにやはり問題をこれを見てみますと、まずやはり米側がこの日はですね、あの霧も出ていない、そんなにあの好天でもない非常にいい天気の状態であるとするならば、当然その見張りとかレーダーチェックを行ったっていう問題があると思います。それからこの海上交通のルールというのは右に船を認める方が回避義務を持つというふうになっておりますので、この場合にはその右に船を見ているのはその 米軍なんであります。で、コンテナ船の左側に見ているけれどそこで回避行動を取って衝突しているわけですから、やはり米軍の方に回避義務があった、それに違反しているという可能性が強いということですね。それから問題はですね、これいつも出てくるんですけれど、その事故が起こったら皆さん交通事故に起こしたときは遭遇したときには当然警察に通報するし、通報しないと怒られますよね。で、ところがフィリピン船はこれをその、まあ、事故が起こってから1時間後に通報しているんですが、米側からのはですね、それよりも遅れて通報が行われています。これはこのすぐにですから、その事故が起こったということがその日本側に本来その連絡があるべきところが遅れて起こっている。これは深夜1時半ごろ起こっていますが、この時にはですね、そっかやはり1時間ぐらい経って2時に、そうじゃないんだ事故が起こって、それが正式にその大使館からその日本側に外務省に通報があったのはその日の2時とか3時とか、そういうことになってしまっているわけです。つまりその本来日本側にすぐ通報があるべきことが大幅に遅れて通報がされているという問題があります。それからですね、実はこの伏線となるような事故が今年の1月31日に横須賀港のすぐ外で、やはり同じような米軍の船のアンティタムという船がその停泊してですね、弾薬の積み下ろしを始めようとしたときに風で流されて浅瀬に乗り上げて座礁すると、そういう事故が起こっています。これも非常に初歩的なミスであると思いますが、そういうことのまた調査結果が出ていない状態でまた事故が相次いでいる。そこにその米側のその規律の緩みとか技量の低下とか、そういうことが懸念されるわけです。またさらにですね、この7名の方というのは、まあ、どんどん浸水するその居住区にいたわけですけれど、まあ、船っていうのはですね、沈むのを防ぐためにある程度浸水をしてくるとその区画を強制的に閉めてしまうということがよくあります。だから本当にこの人たちを助けようとしてそれでその閉めてしまったのか、それとももうそういうようなものが船を救うために自動的に閉まってしまったのか、そこでなぜこの7名の方がその亡くなってしまったのかということも真相的には明らかにならなくてはいけないと思います。いずれにしてもそのこの事故の真相というものは本当に明らかになっていくのか、ここのところをですね、我々はきちんと見守っていく必要があると思います。というのはやはりこういう事故は繰り返されるということでありますし、この事故が起こったところはこの下田沖なんだけれど、過去にもですね、東京湾などでも浦賀水道でもこういう米軍艦船と民間船との事故っていうのは起こってるんですね。でまたその相手がですね、例えばその原子力空母である、原子力潜水艦である、あるいは日本側の船がその例えば危険物を積んだ、その例えば液化天然ガスを積んだタンカーであるとか、そういう船であった場合には大変な事故になってしまうではありませんか。だからこそ今回のことも決して人事ではないということで、我々のそばでもこういう事故が起こるということで、真相の究明とそれから、さらに再発防止体制をきちんと取っていくということを求めていく必要があると思います。でそこで過去今までにこのような事故ではどういう扱いがされてきたかということを、見ていきたいと思いますが、
ジョージ・ワシントン、かつてここに書いた通り、原船とその日本側の船が衝突事故があるときにも真相は明らかになっていない、1985年の事故も明らかになっていない。グリーンビルというのがハワイ沖で日の目丸と衝突したときにはアメリカ側の裁判が行われたというだけでした。また最近ではイージス艦が日本側のプレジャーボートと衝突しましたが、結局起訴はされなかったと、そういうようなことも起こっています。で、今だから一番注目すべきはアメリカ側の調査報告書がまず第一弾ができているわけなんだけれど、これすら公開されていないということに対して、きちんと私たちはこの再発防止も含めて情報公開を求めていく必要もあると思うんですね。ですから先ほど言いました通り、まとめますと、第一には地位協定の改定、それができるまでも、その日本側の捜査にも応じること、そしてアメリカ側の捜査の結果も提供すること、この3つをきちんと私たちは求めていく必要があると思いますので、それに向けてですね、また世論を高めていくということが極めて重要な課題だと思われますので、そこのところをご報告いたしたいと思います。以上です。どうもご答弁ありがとうございました。この神奈川でもですね、米軍艦船の事故が後を絶たないということがご報告されたかと思います。そしてまた原因究明のためにはね、日本側があまりにも態度が弱いと、もっともっと積極的にねやる必要があるというお話だったかと思います。まあ、最終的には地位協定の改定が必要だということかと思いました。まあ、県民性能も高めていきたいと思います。続きましてですね、各地の戦いと地位協定につきまして、3つの地域からご報告をいただきたいと思います。最初にですね、米軍機による激しい爆音被害とですね、部品の落下墜落の危険にさらされております厚木基地から、厚木基地爆音防止規制同盟初期長の荻窪浩一さんからご報告をいただきます。資料はですね、爆音防止規制同盟と誤知訴訟のパンフレットを使います。ご参照お願いします。荻窪さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。ご紹介いただきました厚木基地爆音防止規制同盟の職長を担当しています荻窪と申します。どうぞよろしくお願いいたします。資料はですね、今パンフレットということでありましたけど、特にレジュメは用意しておりませんので、私の方からお話をさせていただきながらパンフレットを参照していただければと思います。ご承知の通り、厚木基地は県央の中央に位置しておりまして、横浜の隣の町大和市、それから綾瀬市、海老名市、座間市が基地の周辺であります。で、ここで今どういうことが行われているかといいますと、艦載機による大きな訓練が行われているということですね。この原因は空母が横須賀に入港することによりまして、その艦載機が厚木基地に戻り、そして空母が出港するまでの間訓練をしているという状況が厚木基地周辺住民に大きな爆音を与えているということであります。今から約30年近く前ですが、1990年代、この時には爆音がですね、年間4万回という回数でありました。その4万回という回数はどういうものかといいますと、滑走路の北側から1キロ地点で70デシベルの音が5秒以上続いた音を1カウントといたしますので、その音が4万回あったわけであります。その70デシベルという音はどういう音かといいますと、一般的に家庭にある電話が鳴った音が70デシベルと言われています。しかし実際厚木基地で鳴っている音というのは100デシベルや110デシベルという音になっておりますので、100という音は皆さんどういう音かといいますと、車のクラクションの音を1メートル前で聞いた音です。ピッという音やバーンという音がありますが、それが1メートル前で聞いた音ということですから、かなり大きな音がこの爆音として出ているということであります。しかしこの間、私たちの裁判闘争や皆さんのご協力をいただいた中で、この爆音を解消していきましょうということで、硫黄島に代替訓練施設を作りました。それが平成の3年に完成をしております。1991年から95年にかけてであります。このことによりまして、訓練は硫黄島厚木基地から南へ約1250キロのところにある島でありますが、無人島でありますが、
大きな昔の戦争のあった悲劇の島でもあります。そこで訓練が行われることになりましたことによって現在は2万2000回に減ってきております。しかし2万2000回に減ったからといって静かになっているわけではありません。今だんだん数が上がってきています。その数字がなぜ上がってきているかといいますと、やはり、空母が今すごく長く横須賀に入港しております。365日のうち約200日を超えている期間横須賀に空母がいますので、その影響が厚木基地周辺住民にかかってきているという状況であります。今回の空母ロナルド・レーガンという5隻目の空母でありますが、非常に調子が悪いみたいでなかなか出港しないし、出港すれば故障で戻ってくると、その度に艦載機は厚木に戻ってきたり長くいるということになりまして、大変日数が長いことにより訓練を頻繁にやることが大きな原因。それからもう一つは最近の国際情勢を含めまして、厚木基地には厚木に配備されている基地の飛行機以外が来ます。そのことを私たちは外来機と言います。外から来る飛行機という意味ですが、沖縄からカデナから普天間から、それから韓国から、またアメリカ本土からグアムからというようにですね、非常に多くの艦載機または航空機、それと攻撃機等々がやってきているということも大きな原因の一つになってますし、彼らはたまに来るパイロットですから、厚木基地周辺の生活状態や着陸体制等々については熟知してませんので、自分たち流にやってきますから大きな音を出しているという状況で、さらに大きな音が広がっているという状況であります。またもう一つ大きな問題はオスプレイの問題であります。皆さんもご承知だと思いますが、沖縄に配備されたオスプレイが日本全土で役割を担おうということで、一つの拠点として厚木基地が2014年からオスプレイが飛来をしてくるようになりました。本来約束では日米の合意の中ではキャンプ富士御殿場にある海兵隊の基地を使うということでオスプレイは飛ぶという約束でありましたが、御殿場から厚木基地大和島ではオスプレイ飛んで7分です。7分で飛んできちゃうんですね。ですからどうしても整備体制のあるところ、給油体制のあるところ、そして乗務員が休めるところというと厚木基地に来てしまいます。そのことによって厚木基地が補給基地として役に立つということになってしまいましたので、本土における拠点基地化が今進められているということも大きな問題であります。またもう一つは米軍の横暴が最近激しく行われています。5月に深夜になんと大きな音がしました。それは100を超える音が夜中の12時30分以降数回にわたりありました。それが3日間であります。このようなことを夜中にしたことっていうのは今までなかったわけですが、やはり今の政治情勢や北朝鮮の情勢等々を含めてこういう行動を厚木の中で行うということが今進められているということで、大変危機感を持っている一人でもあります。それからもう一つ、皆さんも新聞でご覧になっていると思いますが、私たちが裁判闘争や皆さんとの連携の中でこの音を硫黄島に持ってきたという成果がありました。そのもう一つが、私たちは爆音のたらい回しを推奨しているわけではありませんが、艦載機を岩国に移注するという計画が出てまいりまして、今年度中にすべて61機を岩国に持っていくという国の方針、米軍の方針が出ました。でこのことによって厚木市周辺住民は非常に静かになるというふうに思っている人が多いんですね。ところがそうはならないと私たちは見ています。私たちの基本的な考え方は、この爆音は本土へ帰れ、米国本土へ帰れ、グアムへ持っていけと、こういうことでありますから、日本国内に厚木の騒音をよそへ持っていくということには反対をしております。ですからそういう意味においても原因はですね、基地の強化や基地の拡大になるのではないかということを危惧しております。その一つはなぜかというと、厚木基地で訓練をしている艦載機は大島沖に米軍専用の訓練区域があります。この訓練区域をなくさないんですね。で、岩国に行く艦載機はどこで練習をするかというと、岩国沖に米軍専用の訓練区域を作ることがまだできていません。四国や九州、あの辺はすごく海域が混んでて、空も混んでるということでありまして、空域ができないということですから、当然訓練をするには岩国から大島沖に来るだろうと私たちは見てますので、そうなりますと厚木基地に経由をしていきますから音は大きくなるだろう。それから先ほど触れさせていただいた硫黄島、
硫黄島は代替訓練施設です。その代替訓練施設も今回岩国に移った時に作らなければいけないということで、現在種子島の近くを用意をしているようでありますが、そこもまだできていません。そういうことを考えますと、当然硫黄島に来るということになりますと厚木基地が使われる。さらにもう一つは、全ていなくなるんであれば格納庫または整備工場をなくせばいいものを残していくということを言っています。で、このことが私たちが指摘してきたんですが、1ヶ月前ほど厚木基地の司令官が、厚木基地は最大の基地でありますから、ここは活用していくというメッセージを出しました。ですから、これからはプロペラ、ヘリコプターが中心になるのか、外来機が来るのか、オスプレイが来るのかということで、大変難しい状況を今迫られている状況であります。このような厚木基地、私たちはそこで生活をしておりますが、そういう意味では特に今日のテーマであります日米地位協定の問題ですね。それは部品落下事故が毎年5件以上発生しています。たまたま私たちの自動に落ちてきてませんから被害はないわけでありますが、ちょうど今から5年前にですね、大きな事故がありました。プラウダという飛行機が2メーター×1メーターの軽金属27キログラムのものを落としました。さらに小さいものを30個落としたんですが、相鉄線のちょっと外れた道路に落ちて怪我はなかったんですが、このようにですね、部品落下が頻繁に起きています。しかし米軍や自衛隊は最近部品落下という表現を使いません。部品紛失です。非常に怖い言葉ですよね。落下という言葉で今まで処理していたものが、国の力が強くなったのか、国民の意識が下がったのか、部品紛失、それと同じようにこの間沖縄でオスプレイが墜落しました。さらに2年前には三浦でヘリコプターが落ちました。これもヘリコプターに対して不時着または予備着陸という表現を使いました。従来で言えばそれは墜落です。ですから、そういうことでですね、非常に今米軍もアメリカもそして自衛隊も言葉きれいにですね、爽やかに過ぎようとしてますけど、そうではないです。大変危険な状況が今迫っているということは十分皆さんも承知していただければというふうに思います。与えられた10分なんで時間もなくなってまいりましたので、あともう一つ大きな問題としては交通事故ですね。先ほどもビデオの中で出ておりましたけど、私たちの町はやはり米軍が買い物に来たり子どもたちを連れて遊びに来たりという町であります。沖縄のちょっと小さなような町なんですが、やはり交通事故が起きますと米兵とやり合わなきゃなりません。やり合うにあたって米兵はすぐに基地の中に入ってしまったりして、なかなか処理ができない、または車を買った時には保険に入ってますけど、しばらくすると保険を解約してしまうんですね。ですから今度はぶつかった時には保険がないということになりますから、大変厳しい状況になります。そういう意味で私たち厚木基地の市民はみんなそういう車には相模横浜とかこう書いてありまして、矢のいくつとか和のいくつとかってなってますね。ところが米軍や軍属が乗っている車は Y ナンバーなんです。 Y って書いてあります。ですから Y ナンバーアルファベットを発見した時には近づかない、ブレーキにも感覚を取ると、こういうことをしませんと巻き取ってしまいますので、自らそれを守っていくということが大事だということは小さい頃から教わってきたことですが、現在まさにその通りの状況であります。それから数年前でありますが、綾瀬市で、スナックの女性が米兵を送ってきた後にですね、レイプに遭ってしまったということがありまして、そのレイプが具体的に明確にならなかったということも、やはり地位協定が邪魔をしている、部品落下も安全性が明らかになるまで飛ぶなと言ってても飛んでしまう、そして原因究明をしても安全性の確立がなされてないという、このように私たちの町にも小さな問題かもしれませんが、地位協定の壁というのは大きく羽ばたっているという状況であります。時間もないということですが、もう一点はですね、今日お配りさせていただきましたのは裁判のパンフレットであります。私たちは1976年に第一訴訟を提訴して、それから約40年間の間に第一訴訟、第二訴訟、第三次、第四次訴訟と戦ってまいりました。第一訴訟は90名、そして第二訴訟は160名、これは全部厚木基地爆音防止規制同盟の会員で戦いました。しかし第二次訴訟のこの160名の裁判の時に、裁判官の方から、こんな少ない人数で裁判やってんのかよ、何なんだよというような声が聞こえたということになりましたので、
三次訴訟は多くの人を集めてやはり戦っていかなければいけないということで、三次訴訟は博道の会員以外一般市民の皆様にも参加していただいて5000名を集めました。そして四次訴訟は7000名です。そしてこの40年間の間に大きな成果を勝ち取ってきたことは私たちも自負していきたいというふうに思います。一つは厚木で飛んでいる先ほどお話した爆音、これは今まで行政もできなかったんですが、私たちの努力と皆さんのご協力により、あの音は受忍の限度を超える爆音であるということを一つ言わせた。これは今どこの自治体にいても受忍の限度を超える爆音という表現を使っています。それからもう一つは、あの音は違法爆音であるということも勝ち取りました。さらに三次訴訟、四次訴訟の中では、国は裁判の中で違法爆音だ、受忍の限度を超えるということを言ってるのに、全然市民に対して対応してきてないじゃないかということで、裁判所が国に対して指導をするという判決も出しています。そのような中で一番この四次訴訟で勝ち取ってきたことは、自衛隊機の一部数時間でありますけど飛行差しでも勝ち取ったということが一つです。それは横浜地裁第一審、第二審の東京高裁でも差し止めを勝ち取ったんです。それからもう一つは、東京高裁においてこの爆音が続く限りは住民たちは生活が安定できないだろうと、苦悩するだろうということで将来請求というものを勝ち取ったんですね。確かに期間は短いかもしれませんが、この40年の戦いの中で私たち、それから弁護団の皆さん、後ほど私たちが大変お世話になってます弁護士の中野先生がお話をされると思いますが、中野先生が団長として弁護団で活動していただき、そして多くの皆さんの支援をいただいた中で勝ち取ってきたことで、ですから今回五次訴訟はなぜ戦っていくかということは、一次2次3次4次と積み上がってきたもの、そして4次訴訟の中で第1審第2審で勝ち取ってきた差し止めと将来請求、これを最高裁は1年足らずでひっくり返してしまったんですね。地裁や高裁というのは裁判官が現地厚木地にして、あのうるさい音を聞く現地調査というのがあるんですね。この現地調査を聞いてもらって判例を書く。ところが最高裁判所は5人の裁判官がいますけど、一度も厚木には来ない。そして机上の中で1審2審を勝ち取った私たちの成果を一瞬にして否決し、差し止めはダメ、損害賠償だけ出すよと、こういう話です。ですから原告はすごく怒ってます。そして周辺住民も怒ってます。ですから今回は怒りの裁判、五次訴訟ということで、来週8月4日隣の横浜地裁に提訴をいたします。1万人を目指しています。第一次提訴は6000人、そして二次提訴の中で1万人していこうということですから、今日皆さんにパンフレットをお配りしました、ぜひこの75コンターの中にいらっしゃる知人友人親戚の方、また今日この会場にいらっしゃる方でぜひ入っていただいて、共に爆音をなくしながら、そして地位協定の改定を進めていきたいというふうに思っておりますので、皆さんのご協力をお願い申し上げまして、あの厚木からの報告とさせていただきます。少し長くなりましたがよろしくお願いいたします。音響部さん、どうもありがとうございました。厚木基地のですね、状況、大変被害の状況よく分かりました。あの五次訴訟も、ね、行われるということでございますので、ぜひ応援していきたいというふうに思います。続きましてですね、一昨年爆発火災事故を起こしました相模補給所があります相模原からですね、相模補給所監視団の澤田正史さんにご報告をお願いいたします。どうもこんばんは、相模補給所監視団の澤田と申します。まあ、タイトルでは戦いの現場からということですけども、まあ、僕ら自身はほとんど戦っていないんで、あの現地からの報告という、まあ、そういう報告になろうかと思います。で、相模補給所のあるところというのはあの横浜線になるんですね。横浜線乗ったことありますか皆さん。ですね、まあ、県内に14の米軍基地があるんですけれども、まあ、一番北の外れということで、まあ、10キロも走ればもう東京、あの八王子の方に入っちゃうという、まあ、そういう場所なんで、あんまり馴染みはないんじゃないかなというふうに思います。で、
まあ、少し相模補給所のことをちょっとお話しして、まあ、どこにあるのということで、あの JR、横浜線の相模原駅と矢部駅の、まあ、北側一帯にあの所在している基地ですが、まあ、基地の大きさはあの、横浜スタジアムが75個、日産スタジアムが30個、まあ、それぐらいの広さがあるということで、まあ、巨大な米軍の物置っていうような、そういうあの出立ちの米軍基地です。で、この基地をあの一番あの有名にさせたのは、あのまあ、60代半ばの人であればあのリアルタイムでご記憶されていると思いますけれども、1972年のベトナムに向かう戦車を止める戦いということで、あの戦いの現場そのものはあの当時あの横浜の市長だった飛鳥さんが市長権限を使って、横浜ノースドック、昔はノースピアと言われているあの米軍基地、あの東神奈川のほど近いところですけれども、そこで、まあ、基地の通行を止めたというところから始まった戦車闘争が、あの今相模原という土地も全国区にしましたし、相模補給所基地がそもそもそこにあるんだということをあの、まあ、世に知らしめた、そういう大きな戦いがありました。ただあの戦車闘争そのものはその年1972年の9月11月にかけてあの車両制限令という法令を国が改悪したことで、まあ、そういう意味では市長権限で止めるという手立てを失ったということで、あのそのものはその11月にほぼ収束をします。合わせてあの戦車の修理ラインも撤去されます。当時あのそこに働いた従業員の方があの本校だけで3500人だったのが数年後には500人ぐらいになる、まあ、それほど、まあ、修理ラインが撤去されることで、基地が縮小されるということが流れを取ってきました。ただあの基地そのものはその後あの返還をされた、大きく返還をされたわけでもなくて、3年前にやっとあの基地面積の 7% ほどが返還をされたということで、基地そのものはずっと居座り続けていました。でどんなことをした基地なのかということなんですけれども、まあ、その後ベトナム戦争の以後も、湾岸戦争であったり、アフガン戦争であったりということで、いくつかあの戦場の物資をあの戦地に補給するというような活動を、ずっと後方支援という格好で続けてきたわけですけれども、その他別な顔としては確かによく言う言い方なんですけども、あの困った時の補給省という言い方をします。何が困った時の補給省かというと、要するに米軍基地というのは巨大な事業体ですから、あの工場ですから、当然あのスクラップとか廃棄物、しかもあの、カドミウム、PCB、アスベスト、まあ、いわゆる危険廃棄物というふうに分類される多くの廃棄物が発生するわけです。でそういうものをとにかく一時相模補給所に保管をすると、そこであの処分するなり、日本 の, あの廃棄物処理会社に引き渡すというようなことをやっている基地でもありました。分かりやすいところでは、あの1987年にあの横須賀を母港にする船、空母のミッドウェイという初代空母ですけれども、あの大規模な改修をする際に発生したアスベスト、でこれがあの非常に処理に困って、横須賀の一般ゴミの置き場なんかにアスベストの袋が捨てられるということがあって、大きな社会問題になったんですけれども、まあ、その時に、まあ、米軍もどうしたもんかというふうに困ったんでしょうね。でそれがあの相模補給所に運び込まれたというようなことがありました。でそういう意味ではあの、基地と廃棄物ということでいうと、あの切っても切れないあの関係にあるわけですけれども、相模補給所はそういうものをこう、取り扱う、施設あのセクションがあったんで、そういう基地の顔も持っています。ちょっとお水を、ちょっと前段がなくなりましたけれども、それであの2年前あの2015年の8月24日にその未明に、相模補給所で大きな爆発火災事故が起きました。でこの件については一応資料の中で、私たち毎月出しているニュースのうちから2ページを引いてありますので、6ページ7ページに載っています。でもこれ小さい、見にくい、あの僕らが出しているニュースはあの B4 版なんで、それを A4 に縮小してしまったんで、出している僕らもあんまりよく見えないで、あのまあこれうちに帰ってあのもう少し明るいところで
読んでいただければというふうに思いますけれども、まあ、とにかく ある一つの倉庫、まあ、僕らは可燃物倉庫というふうに届けられたということなのでそういう名前を使ってますけれども、危険物倉庫というふうに言い換えても、いいかなというふうに思います。でとにかくそこが爆発を起こしました。でこの事故の直後に米軍の方からこれは相模原市と米軍との間で消防援助協約というのを結んでいる関係もあって相模原市の消防局の方に、救援要請がありました。でその救援要請に応えて、相模原市の消防本部は、消防車両14台要員51名を派遣しました。ちなみにその時の米軍の消防隊の数は、車両小型車両も含めて3台と要員8名です。これだけの爆発火災を起こしておきながら米軍の方は消防体制というのはそんなにこう非常に貧弱なものしか持っていないという実態も一方でこう明るみに出たわけですけれども、まあ、とにかくそういうありさまでした。なおかつその爆発火災を起こした倉庫に、何が入っているかのかについて当直司令官は承知をしていないということで相模原市の消防局は、要員と車両を派遣しておきながら実に5時間にわたって消火活動を見合わせざるを得ませんでした。でその年の8月に中国の天津で大規模な化学爆発火災があったんで確かに入っているものによって水をかけたらかえって火に油を注ぐというふうな結果になることもあったようなので、確かにさらし粉というものをその危険物倉庫群には保管をしていたので水をかければ発火をするという、まあ、そういう恐れもあったということなんでしょうけれども、まあ、とにかくそういうようなお粗末なことも明るみに出ました。で、まあ、ほぼ自然鎮火をしたんですけれども、まあ、よく約5時間後に相模原市の消防本部も最後の消火ということで活動を終えました。で、まあ、当然そうですね、相模原市および相模補給省の新聞記事が あれだけ夕刊の各紙面一面トップで飾るというのは、まあ、戦車闘争以来だったんじゃないかなと思うぐらい各紙の新聞各紙メディアの注目も浴びるそういう大きな事件でした。でその当日に米軍の中佐が相模市の方にやってきてこれから透明性のある原因究明の作業をしたいと思うということを相模の市長に、コメントしました。で結果事故から3日後の8月の27日に相模原市消防本部と米軍との間での合同調査が行われました。で、まあ、それ自身は画期的なことかもしれませんけれどもよく考えてみたらでも当たり前のことで消防の主力は相模原市の消防本部だったわけですよね。51人の要員派遣して14台も派遣したわけですから、ただそもそも合同調査って恩着せがましく言われる筋合いのことではなくてお前らがちゃんとしないからあと何分、何分ぐらいかな、そろそろね、まだ半分も喋ってないですけどね。まあ、そんなことがあって結局救命作業という作業は人足のようには相模原市消防本部は救命の片付け作業とかそんなには、まあ、加わったわけですけども肝心の救命作業のところでは結局米軍だけでやると。でしかも米軍だけでやるだけじゃなくてややこしいことに米軍の発表は直接相模原市なり市民に伝えられるわけではなくて、あまり評判のよろしくない南関東防衛局という国が間に入って説明をするわけですからもっともっと市民にとってあるいは市にとって分かりにくいそういう説明になってしまうわけですね。で、まあ、そんなようなことがあって結局去年の12月4日に最終報告ということで市の方に説明が来たわけですけども結局原因は特定ができないと。で、まあ、酸素ボンベが吹き飛んだということで何らかの摩擦をそこで引き起こして火災が起きたんじゃないかということなんですけれども、まあ、これは公式な話ではないですけれども相模原市の消防署の認識としては
あれです、漏電が原因の一つじゃないかというふうな見立てを現場の人たちはしているようです。ただいずれにしても公式にはそういうことが特定できなかったと。で、まあ、それで相模原市が今回のそういう事故について今回の事故の再発防止策について米軍の立ち会いのもと消火設備などの安全点検の状況を市消防局に確認させることを求めたということがあります。で、結局実現しませんでした。で、結局これは地位協定の第3条ですね、米軍の管理権に関わる問題ですけれども、要するに米軍がうんと言わなければ中にも入れない、という、まあ、そういう立ち入りの問題についてそれを拒む壁として常に立ちはだかるわけですけれども、まあ、今回も残念ながらそういう壁が立ちはだかってしまったということになりました。ただこの壁というのは時として崩れることがあると思います。で、これは最後のまとめになるかと思いますけれども、1972年のその戦車闘争のあったその年の、12月に相模原市で戦車の修理なんかをした際に出るカドミウムが汚水処理がデタラメだった結果、町田市との境を流れる境川という川に流れ込んで、たくさんの魚が浮くという大きな、出来事がありました。で、この時は今思い返せばなかなか画期的なことだと思いますけれども、相模原市と神奈川県と米軍が3社で協議会を作って汚水処理施設を作るというところまでやりました。これは当然立ち入って米軍が何を保管しているのかということを全て、どこにどこに何を保管しているということを全て明らかにした上で、そういう処理がなされました。で、これは結局戦車闘争という大きな戦いがあった直後の出来事なので、米軍も、まあ、下手にことをしたら相模原市がまた騒ぐと、市民が騒ぐということを危惧した結果、多分こういう動きになったんだろうというふうに思います。で、それはずっと遡って1995年の沖縄の少女暴行事件の時を受けて、もうお亡くなりになった太田正秀知事がそれ以前から沖縄県で作ってた地域協定見直しのあれをテンポアップして、その年の確か11月に地域協定の改定案というのを出しました。で、これが自治体が出す最初の画期的な提案だったというふうに僕らは理解をしています。今日来たの黒岩知事ではないですけども、神奈川県なんかもそれ以前散々県民の命と暮らしを守る共同委員会というそういう部会で散々地域協定見直しというのは私たちは求めてたわけですけれども、まあ何もほとんど無視されたという実態があったんですけれども、沖縄県のそのこういう動きがあって、それから数年後には日米地域協定の見直しというのが実際が言うことの中ではタブーではなくなったといういきさつがあるんですね。で、ですから地域協定の見直しというのは非常に条文的なこととかいろいろ難しいことはあるけれども、要はその基地の周り、あるいは基地の周辺に住んでる市民にの生活と安全に脅かすものに対してはたとえ基地であろうと基地の中に入って調査をするということが当たり前にすることということであって、それを可能にするために地域協定の見直しということが言われると思うんですね。ですからまあ難しく考えれば難しく考えられるでしょうけども、単純に言えばそういう基地だといえども例外にはしないということが大事かなと思います。で、これ言おうと思ったんです、先に一言だけ。僕は20人ぐらいの小さな印刷工場にいるんですけれども、そこでもね、消防署が1年に一遍は入ってきて洗い湯とかそういう可燃物をどうなってるか、どういうふうに保管してるのかっていうのを点検するんですね。で、米軍がこれだけたくさんの量の危険物、可燃物を置いておきながら一度として定期点検を受けないということのこの、不合理というのは多分工場で働いてる人たちだったら誰だとも分かると思うんですね。そういう当たり前のことを糸口にして、地域協定見直しにつながる、まあ、そこはかなり、道中は長いと思いますけれども、そういうことが大事かなというふうに思います。どうも時間をちょこしちゃいました。ありがとうございました。まだまだね、話し足らないところあるかと思いますけども、すいません、時間の制約がありますのでここで、締めさせていただきました。澤田さんの話にもありましたようにね、私たちが声を上げれば
基地にも入れると立ち入り調査もできるという、ね、実例があります。どんどん声を上げて大きく声を上げて地位協定の改定も迫っていきたいというふうに思います。それでは地域からの報告で最後にですね、横須賀からの報告をお願いいたします。再び後藤弁護士にお願いいたします。資料は4ページ5ページをご参照ください。よろしくお願いします。それでは横須賀の基地の現状と問題点ということでご報告させていただきたいと思いますが、まず横須賀基地はアメリカ海軍の第7艦隊の、母港というか基地であります。ですからそのことによって今いろんなことが起こっているわけですが、まずはその原子力空母が母港にしているということは、これは非常に大きなことだと思いますね。それがその騒音の発生源になっているということだけではなくて、実はその原子力空母がいるということによって、東日本では唯一動いている、原子炉がこの神奈川にあるという、そういう問題にもなっています。それからそれに続いてですね、イージス艦の母港でもあり、そしてそのイージス艦が最近になって1隻ずつ増えている。もともと横須賀の母港とする船は10隻とか11隻のレベルで増えていなかったものが、今は毎年1隻ずつ増えていると、そういう現状にありまして、そのイージス艦がもちろん先日の衝突事故を起こしているということだけじゃなくて、集団的安全集団的自衛権に抵触するような、そういうミサイル防衛をやっていたり、あるいはその中国のその南沙諸島の基地のすぐそばを通っていくという、この航行の自由作戦というのにイージス艦が参加していると、そういう実態があります。それからもう一つは、その原子力潜水艦がたびたびここに来ているということであります。母港にはなっていませんが、年間にやはり多数寄港している。でまたそれがそのいろんな任務についているという、そういう問題があります。さらにこの横須賀基地はですね、今問題になっております自衛隊、海上自衛隊の艦船が米艦防護という名前の、実際にはその集団的自衛権の行使をなし崩し的に行っている。今年の5月に問題になったかと思うんですけれど、これは今その安保法で問題になっている集団的自衛権の行使、あるいは多国籍軍への後方支援、あるいは PKO の武力行使と並んで、この米艦防護というのは平時の状態でも武器を守るという名前でその米艦を守っていると、非常に危険な動きというものが行われているということが問題とされなくてはならないと思います。でその中で地位協定的に言いますと、さまざまな米兵犯罪というのが起こっています。これは一番大きなもので言えば殺人事件というものは過去に多数起こっている。特に、この2006年のその山崎さんの事件というのがありまして、これについては本当に痛ましい事故であるにもかかわらず、なんていうんですかね、山崎さんも裁判をやったんだけれど、結局その国家賠償は認められなくて、今その個人に対するいろいろな支払いが実際にはないから国に対して求めているという状況であります。それからこの先ほどもありましたが、横須賀基地の周辺でも交通事故がとても多いんですね。彼らは運転が非常に下手であるというところから、たくさん事故が起こるわけですが、ここで2つ問題がありまして、まずその公用の車両にぶつけられてしまうと、その公用の車両は一時裁判権が米軍にあるために、その被疑者自体、つまり運転していたその米軍の車両の運転手自体が全くその日本側の捜査の対象にならないから、処罰を受けないという問題があります。しかしそれだけではなくて、本当に公務外でもうよく事故が起こるんだけれど、そこでいくつかの交通事故ではですね、普通日本人同士が衝突をすると、大体どちらも警察に調べられて罰金になって、そしてその刑事記録が取り寄せられて、取り調べが行われて、そこで過失の割合が明らかになるということが行われるわけですが、ところがですね、不思議とその交通事故を起こすとですね、日本人の方がお前の方が責任があるんじゃないかという、警察に相当言われて、そして不起訴になってしまうと
いう事例が非常に多いんですね。どうも私はそこにその不起訴の合意というのが大きく影響していると思うんですが、過失による交通事故では人が死なないぐらい、普通の傷害ぐらいの事件では起訴しないと、そういう密約というか、そういう合意がある、そういうようなものは影響しているとしか思えないほど、罰金にさえならないんです、それが。そのね、なかなかいろんなその捜査の過程で、そういうその目に見えない圧力というのがあるように見えて仕方がありません。で、その結果として、加害者も強気で、最初はごめんなさいと言って言いながら、後から自分は全く悪くないというふうに言ってくるし、保険会社も強気で、まあ、アメリカ系の保険会社が多いですけれど、その全然その交通事故で普通はですね、医療費とかそういうの払ってくるんだけど、そういうの全く払ってこない、一銭も払ってこないまま最後まで突っ張り通すというようなケースが非常に多くなっています。だから同じ、要するに交通事故でも相手が米軍関係の事故であるがために、その非常に責任が曖昧になって被害の補償が受けられないということが今でも続いているということが報告しなくてはいけないと思います。それからですね、この思いやり予算の問題、これはまた後日いろいろ映画なども作られていますので、そこに譲ることにいたしまして、究極のやはりこの地位協定的な、その日本の主権が及ばないというのが今問題になっているこの原子力空母の問題であります。で、皆さんこの資料の中に、私たちの会で作ったその原子力空母の問題点というものを一番リーフレットでつけておきましたが、まずこれがですね、要するに原発と比べてみると非常に明らかだと思うんですね。原発の場合にはきちんと情報は日本政府は把握していて、日本政府が止めると言えばこの原発を止めることができるからこそ、まあ、今たくさんの原発が止まっているわけですが、原子力空母については全くノータッチの状態が続いています。そもそもどういう原子炉でどういうふうに動いているのかということもわからないし、トラブルが起こっても全くそういう情報が提供されないという問題になっています。ですから今例えば、まあ、今は原子力空母はいないですけど、いる時にこの神奈川で大きな関東大震災並みの地震が起こって、津波が起こって、そして原子炉が冷やせなくなってメルトダウンが起こる。だけどその情報も本当にその原子炉が漏れ出すまでは正確な情報が伝わってくるという保証は全くないという、大きなここでの主権のブラックボックスの問題があります。で、なぜこういう問題が出てきているかというと、そもそもその地位協定を日本政府が結んでいるのと同じように、原子力空母が入ってくるときに日米間の合意で、アメリカ海軍の原子炉には日本人は全くタッチさせませんと、それでいいですかという、そういうアメリカ側からの問いかけに対して、それで OK ですという、そういう日米間の合意があって、そして入ってきてしまっているからなんですね。したがって、本当に今全くこの原子力空母は一国 その中枢部に入っていながら全く日本政府の主権が及ばないブラックボックスの状態になっていますし、この日米間の合意で日本横須賀では原子炉は修理しません、そしてその修理の結果出てくる放射性廃棄物は持ち出しませんという合意があったにもかかわらず、それさえも原子力空母は横須賀に来てしまった2008年から守られていない。毎年、危険な原子力空母の原子炉の修理作業が半年間行われる。だから原子力空母も横須賀には長くいるし、その結果出てきた放射性廃棄物も出さないという約束だったのに、それはその陸揚げしなければいいんですということで、毎年その隣に止まっている輸送船にクレーンで積み出されているという、そういうその違反の事態が続けられているわけです。で、皆さんですから原発ではよくトラブルが起こるっていう情報を耳にするけれど、米海軍のトラブルの情報って全く入ってこないでしょう。で、そこが問題なんだけど、ただやっと最近公開日誌を我々が手に入れて明らかになってきた事実が2つあります。1つは東日本大震災の後に原子力空母ジョージ・ワシントンが外に出ていきました。そして修理の後に行ったことというのは、原子炉を動かしたまま動かした状態で、そこでその公開中に制御棒を入れてストップさせるんです。で、だから原子炉を強制的に止めるんですね。その10分後にもう一度制御棒を抜いてフル回転まで持っていくという、こういう非常に危険なその訓練をやっている、原子炉のテストを
その修理の後にやっているということが分かりました。こういうことはその原発では行われていません。そういうことを行った後に、当然にそういうことを行うと、その原子炉からですね、原子炉が膨張して冷却水が出てきたり気体が出てきたりするんです。それを日本の領海内で、捨てていると、あ、日本の領海内じゃない、200海里内の経済水域内で捨てているってことが明らかになったんですね。でもそのことを外務省は全く抗議をしようとも何もしていない。そういう情報すら日本政府に提供されていないってことが明らかになってきました。このことも大きな全く日本の主権の放棄と言わざるを得ないと思います。さらに今一番問題になっているのは、原発では今再稼働が残念ながら行われているけれど、30キロの圏内で防災訓練とか防災対策、要素材の配布とか避難訓練とか行われています。でも原子力空母ではこれは二重の基準状態になっていて、たった3キロでしか訓練が行われてないんですね。たった3キロしか放射能は行きませんという全く欺瞞的なそのシミュレーションに基づいてそういうことが行われてない。だから実際に事故が起こった時に、じゃあ横浜市民が何をしたらいいのということの備えが全くない状態になっています。これも やはり大きな問題でもあるし、この原発と原子力空母の扱いの違い、ここもやはり言ってみればその地位協定的な問題として、やっぱり我々神奈川に住む県民はですね、私たちの問題としてこの改定を、こういう二重の基準状態を改めていく必要があるんじゃないかなと考えています。皆さん、そういうことで、とにかくその米軍基地のそばに住んでいると当たり前のことがですね、交通事故からその原子力空母の事故までそうでなくなってしまう。この状態を何とか変えていかないと、いつか皆さん自身がその被害者になって、そして泣き寝入りをさせられる、そういうことが今横須賀でもたくさん相次いでいるということをご報告してですね、また一緒にこの問題を考えてまいりたいと思っております。どうもありがとうございました。後藤弁護士、どうもありがとうございました。皆さん短い時間の中でですね、大変まとめていただきましてありがとうございます。ここまでですね、現地からの生々しい報告をいただきました。横須賀は特にですね、米国が海外に持つ最大の攻撃拠点、第7艦隊の母港ということもありまして、感染による事故の危険に加えましてですね、米兵による凶悪犯罪や交通事故など私たちの日常生活の安全を脅かす事件事故も多発しております。これに対する裁判権やですね、賠償問題が切実な問題となっているということが分かりました。ここまでですね、イージス艦事故の問題と県内各地から報告をいただきました。それぞれの抱える問題とですね、地位協定との関連を具体的に出していただきました。地位協定の問題がですね、遠い話ではなくて身近にあるということがですね、知ることができたと思います。